マブック経路。分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼとは、セリン、スレオニンキナーゼの一つであり、何らかの刺激を受けて活性化される。全身の細胞に広く発現しており、様々な細胞の機能発現において、重要な働きをしている。単に、マップキナーゼと略して呼ばれることが多い。細胞外からの刺激が入ると低分子量 G タンパク質であるラスが活性化され、さらにその下流に続くシグナルカスケードの活性化が引き起こされる。また、マップックホスファターゼによる脱リン酸化がマップックを不活性化し、この機構に対して抑制的に働いている。競技には、細胞外シグナル調節キナーゼ1、2のみを指すが、抗議にはこれに加えて C 準 N マッタンキナーゼ、P38 マップック アーク5及びアーク7等の分子をも含み、マップックファミリーとも呼ばれる。細胞内シグナル伝達。マップックカスケードは、頭中オーブ。アーク1、には、マップックファミリーの中でも最初に同定されたものであり、古典的マップックとも称される。アーク1、には、分子量が 44K だのアーク1と 42K だのアークにからなり。 これらのタンパク質のアミノ酸配列は互いに85%の相当性がある。アーク1 2の活性化は以下のような基準で生じる。上皮増殖因子受容体等のチロシンキナーゼ関連型受容体にリガンドが結合すると受容体細胞内ドメインのリン酸化が生じる。GRB2 等の SH2 ドメインを含むアダプタータンパク質が 受要体のリン酸化チロシンに結合すると GRB には SH3 ドメインを介して SOS と結合し SOS を活性化させる活性化した SOS はラスの GDP-GTP 交換反応によりラスを活性化させる以下ラスはマップキナーゼカスケードへとシグナルを伝えていくがラスはマップキナーゼキナーゼキナーゼであるラフをラフは マップキナーゼキナーゼであるマップック、アークキナセを活性化し、このメックによりアークの活性化が引き起こされる。アークの活性化には、THR183 よび TL185 が重要な働きをしている。通常アーク1には、細胞質に優位に存在するが、活性化されることにより核内へ移行して、転写因子と、 相互作用することにより電車の制御を行っている。この経路は PD98059U0126 等の主役によって阻害される。JNK は C 準のセール63とセール73をリン酸化する活性を持つキナーゼとして同定された。JNK は放射線やリポタ等、イルマイナス1、浸透圧及び熱ショックなどのストレスにより活性化し、 ストレス応答性マップックとも呼ばれる。JNK 遺伝子には JNK1 から3が存在する。JNK1 には全身の細胞に広く分布しているが JNK3 は主に神経系及び精巣においてみられる。JNK1 はアポトーシスや神経変性、細胞の分化、増殖、炎症性サイトカインの酸性などの過程に関与している。JNK は 様々な細胞内タンパク質のリン酸化を行い、それらの機能収縮をしている。SP60125 によって阻害される。P38 マプックは、サイトカインによる刺激や、紫外線照射、熱、浸透圧ストレスなどによって活性化される、プロテインキナーゼであり、THR180、TL182 のリン酸化が、P38 マプックの活性化において、 重要な働きをしている。P38 マプックの遺伝子には P38 マプックアルファベーベタガンマお及びデルタの4種類が知られている。P38 マプックの上流には MKK3 や MKK6 が存在する。SB203580 により阻害される。ありがとうございます。